It is my pleasure to introduce Hideko Tamura, the chairman of the One Sunny Day Initiatives and Hiroshima Survivor. She has appeared before professional organizations, university classes, and community groups across the United States in her native Japan, telling her story and encouraging people of all cultures and nations to examine the consequences of the use of nuclear weapons and to work towards peace and nuclear non-proliferation. Ms. Tamura. Thank you very much for your invitation to this auspicious event. And let me just speak my appreciation of everyone who speaks English. I am so overwhelmed and overjoyed that you have continued in your humane effort and courageous vision to put the Japanese youngsters and the American youngsters in their wonderful human strength and sports spirit to carry on the friendship that we failed to do long, long time ago. And I stand here valuing your effort and actually weeping with gratitude for what you have accomplished. Thank you so much, everyone.敗戦後に小学生の6年生でございました田村秀子でございます。どうぞよろしく。原爆の配置に立ちまして全てを失ったことに自分の人生が壊滅したことを知りました。それからの長い長い毎日が70年でございました。そして皆さんが日曜日の午後バスから下車してくださった時に涙いたしました。私のいとこたち小学校中学校高等学校の生徒が全滅しました。広島でもう残ってない生徒がいた学校がたくさんありました。私のいとこも全部亡くなりました。ところがどうでしょう、70年後私たちの悲しい悲しい思い出が皆様のたくましい精神とお姿によって、今はこんなに尊いことをしてくださる方がいらっしゃってアメリカにまで来たくせたという思いで、もう死んだ親戚仲者たちに顔向けができる気持ちがいたしました。ありがとうございます。よくいらっしゃいました。アシュランドで平和活動を地道な形で今は続けておりますが、人生の半分をアメリカで過ごしました。というのは私の情緒の生活が広島の打撃によりまして低下いたしまして、自分のために何もすることができなくなっていました。ところが奉仕を通してですと、人を癒すことに努めることでは勇気とエネルギーが湧いてきて人間として活躍することが可能だったからでございます。アメリカの地で大学で平和祭でいろいろなところで私の平和に対する命の大切の原理を語ってまいりました。私は広島の語り部だとは思っておりません。広島の惨めさを繰り返すのは困りますけれど、それがためにやっているのではございません。私は亡くなった親族や一人っ子でございましたので大打撃だったのですが、母があの形で死んだままではとても命を全うすることができなかったからでございます。私の心の中では命を大切にしてくれる文明が欲しかったんです。アメリカでもスペインでも日本でもどこでもいいんです。人間が人間らしく住めるところにありたいということを進めて、私のモットーは共に癒されようという無利益団体を始めた、その原因でございます。そして本も何冊か書きましたが、その収入は津波以後の義援金に使用しております。福
島の子どもたち、またご家族や母子家庭の方々にほんの少しずつですが毎年送っております。どうぞ心の中でこういう気持ちをご支援ください。そして今皆様に送る私のエールは喜びと希望に満ちております。どうかどんな道をお迎えになるにしたいたしましても、今日ここでお尽くしになっていらっしゃる精神と力を忘れないでください。そして私は皆様方に時代の日本を預けます。桜間先生に申し上げたんですけど、もう私は死んでもいいって思いました。こんな強く素晴らしい方々がいる日本に安心いたします。ありがとうございました。